ネクスです。はい、本日 M ステ初出演でございます。ありがとうございます。やっぱ今回ですね、テーマがありましてですね、はい、ラッキーだと思ったことというテーマでございまして、はい、誰からいきます？じゃあ、直哉から行こうか。僕あのよく行くラーメン屋さんがあるんですけど、 300g で頼んだら閉店間際に行ったんですけど、多分気持ち 400g ちょいぐらいあった。これラッキーだわ。食いしん坊やな。いいですね。ショートはどうですか？いや、なんかやばい寝坊だって起きて、オフだった時ラッキーやな。わかるな。あの日頃にあるラッキーやね。女たちは僕はあのもう生粋のすき家派なんですよ、はい、言うのも、はいはい、で、なんかもうでも松屋も行ってみようと思って、うん、行ってみたら松屋する牛丼頼んだら味噌汁ついてきて、絶対絶対知らなくて俺味噌汁ってラッキーやね。ラッキーですね。僕はですね、あの先日サウナに行きまして、はい、まあサウナそこいつも混んでるんですよ結構、うん、サウナで並んだりするようなところでしたら、まさかの貸し切りでした。えぇ、ー、わぁ、ラッキー。もう俺しかいなくて。一番いい。踊れるもんね。踊りはしないけどね。サウナでね。いや、でもね、もう本当に日頃から俺らはラッキーが結構多い感じはあるけど。はい。ね、なんかみんなのラッキーもよかったらね。僕たちの猫と好きな人たちのラッキーも教えていただければなって思います。お願いします。よろしくお願いします。本日20時からですね。はい。2時間スペシャルよろしくお願いします。よろしくお願いします。